はいどうも、ボブチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。えー、今日もお酒飲んでみたシリーズやっていこうと思います。今回で196回目でございます。今回いただきますのはサントリーから出ておりますマイナス196度ザ・丸ごとゆずでございます。こちらのがアルコール7%果汁0.1%となっております。えー、あのサントリーで有名なマイナス196度のシリーズですね。えー、これの冬限定。 えー、丸ごとの柚子というのが出ましたはいマイナス116度のシリーズというのは、まあ、大体あの、えー、その、えー、果物の新積水と、まあ、果汁が足されているというような感じですね、えー、私柚子好きですのでこれはちょっと期待しておかないといけないかなという感じでございます、はい大体丸ごとのシリーズそんなに外れはないような気がしますのでえー 楽しみにちょっと飲んでみたいかと思いますワンハンド空きましたのでいただきますこれは今回当たりですねはいあのゆずのあの味、まあ、香りみたいなものがストンときて あのアルコール7%なんですけどもアルコール感はその後から来るというような感じですね、まあ、飲みやすさまあ、味的なところからすると、えー、とても飲みやすいものに出来上がってるんだと思います、まあ、なんで冬に柑橘系がこうなるのかっていうのはいまいち分かりませんけどもこたつでみかんみたいなあれですかね あ、でもこれはあのー、飲みやすさ的にもいいと思います。まあちょっとまだ1本目なんで、えー、これが何本もずっと飲み続けられるものかというのはちょっと何とも分かりませんけども、はい。あとですね、ストロングゼロのユーズダブルとどう違うんだっていう疑問もありますけども、美味しくいただけると思います。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、低評価、コメントなどよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。